少女がいなくなってから1週間、知らない男に連れ回されているといった連絡を家族が受け、事件が発覚しました。行方不明になっているのは東京江戸川区の無職、石田かな子さん19歳です。今月6日、かな子さんから父親に知らない男に連れ回されているなどと連絡があり、父親がこちらの小松川警察署に届け出ました。警視庁は事件に関与しているとみて、住所不定無職の塩野直樹容疑者を逮捕監禁の疑いで逮捕しました。女性を連れ回していた男は青梅市内で警視庁の捜査員に発見され身柄を確保されました。塩野容疑者はかな子さんを車に乗せ山梨県や埼玉県などへ連れ回していたとみられていますが、確保された際は一人で、かな子さんの行方は分かっていません。かな子さんは塩野容疑者と出会い系サイトを通じて知り合い、今月5日 JR 亀戸駅前で待ち合わせしていました。塩野容疑者はかな子さんの行方について、奥多摩方面に向かっている途中、休憩中に暴れ出し車を飛び出したなどと供述しているということです。警視庁は塩野容疑者を覚醒剤所持の疑いでも逮捕していますが、かな子さんに覚醒剤を打っていたとみて、塩野容疑者をさらに追及しています。